か感性で生きれるってすごい人としてすごい幸せなことだな。それが障害だからとかっていう理由ではなくて、一つの本当にアートとして、うん、作品として、いやもうこれもっと多くの人に見てほしいなと思って、うん、高校の時の美術の先生に僕のアートを認められて、さあ始まりました、頑張っている人を応援する番組気球です。本日 MC を務めさせていただきます、モデル芸人の星崎エレナです。お願いします。はい、そして本日ゲストの方々に来ていただいております。ありがとうございます。お願いします。お願いします。ではまず最初に自己紹介をお願いします。インナンバー、所属の、中野と中野亮と申します。中野さん、はい、よろしくお願いします。インナンバーの笹野めぐみと申します。こういう仲間たちと、まあ、メインは4人で活動してるんですけど、はい、皆さんそれぞれ本業がある中で、はい、アートっていう一つのつながりで今仲間とともにアートを通じたコミュニケーションの楽しさだったりとか、表現することの喜びをみんなで分かち合おうっていう機会を作ったりしております。すごい私自身、はい、本業があるってことは、めぐみさん何されてるんですか？はい、フリーランスのヘアメイクをしております。ヘアメイクを、はい、実は美容の仕事をしているんですが、それもなんか表現の一つであって、なんかアートもすごい通じるところがあるんです。そうですよね、思います。そもそもそのインナンバーさんは具体的には何をされてる方なんですか？そうですね、まあ、具体的は、まあ、主に展示、作品の展示ですね、はい、作品の展示なんですけれども、これを一番最初の根っこのところを掘ると、そう、僕教員で応援にも最後の応援にも結びつく、ね、なるほど、はい、何の先生ですか？美術の、美術の、はい、先生でやらせて、そんな美術の先生いませんよそういう、まあ、アーティストとしてやらせてもらってるんですけれども、はい、まあ、その僕自身も絵を描く、まあ、専門としてるって中で、はい、まあ、その勤めてるのが支援学校なんですけれども、その支援学校の、まあ、その生徒さんの絵を見てるときに、まあ、それが障害だからとかっていう理由ではなくて、一つの本当にアートとして、うんうんうん、作品として、いやもうこれもっと多くの人に見てほしいなと思って、うんうん、でそれでは、ね、うん、で僕のオールスの学校だけではなくて、もっとその本当に社会と、その彼ら彼女らがより社会と関わりを持てるために、まあ、その学校ではない、また外のところで展示して、より多くの方に目を触れてもらうっていうところが一番原点でして、で、そこを、この、まあ、笹野さんに相談して、まあ、そういう取り組みを、まあ、その、場を作っていきましょうって、うん、じゃあ、もっと人目に、表に出る機会を、自分のアートも含め、じゃあ、インナンバーが、まあ、将来のピカソやったり、モネを発掘してるって感じですよね。うん、そうですね。それいろんな機会もつなげるし、はい、その、まあ、それ前にグイグイ押し出すだけじゃなくて、そこを通して、そのご本人であったりとか、ご家族が、まあ、一つ外に出た、誰かに見てもらったっていう一つの成功体験で、またそこで家族の方が、あ、よかった、嬉しいわって、その思いの、その一個一個を僕たちもそれを大事にしたいなってところがあって、ですので、まあそういう展示っていうのは、ただ単に作品を展示するだけじゃなくて、しっかりとそこプラスアルファ、そこの家族にどういうふうにそのストーリーを持っていくかっていうところも大事に、そこ、むしろそこを一番大事にしてるところですね。まあ、そういう優しい箱っていうので、はい、アートボックスっていうので、なんか結局その愛から始まってるんですけど、それって別にこう、いろんな人種、年齢、性別、障害あるなし問わず、なんか感性で生きれるってすごい人としてすごい幸せなことだなって私も感じてて、で私は兄が知的障害持ってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、でもすごいんですよ。なんでこんな線描けんのとか、絵描きはるんですね。いや、昔からね、腹立つこといっぱい多いんですけど、全然違いすぎてなんかね、グワンってなってるんですよ。もうええとこと、あとはもうこだわり強いし、やらないって決めてるとこと、やっぱすごいんですけど、でも彼の、その、私もいろんな思いがある中で、彼のことを認められたのは、そういう、感性。すごいいい感性を持ってて、いい感覚を持ってて、でもこれってなかなか社会に発信できないし、なかなか人目に触れる機会も なかったり、なんかそれを認めてもらえる機会ってやっぱりないなと思ってて、めっちゃスペシャルやのになんでなんて。でもそれって蓋開いたらみんなスペシャルだし、ギフトを持ってるじゃないですか。ね、なんか紙一重やなっていうところに私たちもいるんですよね。今日ここ尼崎キューズモール、私の地元なんですけど。あ、そうなんですね。なんで今回はここのキューズモールなんですか？出会いがあったのが、
このイベントを紹介していただいた会社さんがまたその福祉とあのかけるであのイベントをされてたりとかする会社さんで、あと地域かけるでやったはって、であのその方が尼崎出身なのもあって、アートで町おこしができるんだっていうのも、うん、去年アートボックスさせていただいてすごい盛り上がりやったんですよね、うん、で今年もあの表現することってアートだからっていうので、うん、ダンスだったり、そうですね、そうスポーツみたいな感じでされてますね。で音楽もあるんですけど、もう本当絵画だけに限らずやっぱり一緒にミックスすることで、あのダンスとかもきっとあの表現する場所が今まであんまりなかったらしくて、コロナでやっぱそういう機会を今回作らせていただいて、やっぱそういうアートで町おこしをするっていうところで、私たちもいっぱい人来てましたもんね。いっぱい人来ましたね。ありがたいことですね。じゃあそんな素敵な活動されてるインナンバーさんが、あの今回大阪・関西万博のチームエキスポの競争チャレンジに登録されたということなんですが、それはどういう流れがあったんですか？それはね、私がちょっと出会いがありまして、あそこの部分ですごい共感していただいたあの方がいらっしゃってて、はいはい、で私もあの個人的にも福祉の活動を美容でやってるんですよ。でそれこそ支援学校さんとかに行かせてもらって、あの子どもたちに自分のセルフケアの仕方とか、そう身だしなみの整え方とかのお話をしに行ってて、授業を、はい、あら、そうなんです。すごい活動ですね。でそれは めちゃ長年やってたので、そういう活動の先にあのそういうアウトプットをしてたり、私もまあ境遇とかもお話はするんですけど、そういう話してた先に出会いがあって、はい、でチームエキスポ自体がこれから始まると、うんうん、で万博に向けて、まあ、競争するっていうのがテーマでっていうその思いのところですね、うん、じゃあ私たちもやっぱそこのリンクするとこがあるので、ぜひあの登録させてください。もはや登録しないっていう道はない。もうなんか出会いですよね。万博まで2025年まであと3年あるんですけど、なんか具体的にどんなこと、3年後までこういうこと取り組みたいみたいなことありますか？その、まあ、本当に僕たちのやってるところっていうその展示活動であったりとか、そういったそのまたあのご家族にそういう温かいストーリーを届けるっていうところはもう継続的にそれは続けていきたいなっていうところがあって、うん、でまた小さいことをね、コツコツと、うん、ええこと言ってみました。ほんまに大きくなっていけばなるほど、やっぱそういうところを大事にしようってみんなでやっぱりこう話し合いながら今もなんかこう形にしていってはいるので、私たち気球も、うん、あの応援文化を世界に広げていこうっていうので、いろんな方々を、まあ、応援させていただいてて、チームエキスポの競争パートナーに登録させていただいてるんですけど、お二人、いや稲葉さんにとっての応援とは何ですか？さっきから伝えてるところもあるんですけど、やっぱあの自由に表現できる場を作るっていうのってすごい応援できるなと思ってて、なんか自分たちだけがなんか表現するなら、それはそれで自己満足だったり、まあ、それから派生するものもあるかもしれないんですけど、やっぱそういう機会とか場を作っていくってことが応援できることにつながるんやっていうのもなんかこの活動を通して感じてたので、本当に地道にコツコツとなんかそういう機会をチャンスをしっかり身にしていくっていうところで、でも今私もお二人と喋っててめっちゃ癒されました。あ、本当ですか？心が現れた。あの本当にその笹野さんが言ったその各々のできることであったりとか役割っていうのはやっぱりこのインナンバーの中にもあって、で、まあ僕自身の役割っていうところは、本当にその自分がアーティストもしてるってところもあって、そのまあ自分が絵を描く理由として、本当にそのただ自分を見てほしいじゃなくて、僕を通してその中でさらにその先に、こういう、まあ本当に僕は引き上げたい、こう出しだったりとかっていうのを一緒に同じステージに立っていきたいっていうところがあるので、なんか僕はただそういう意味で絵を描いていく。一つの応援。っていうところでやって、これからもやっていくし、っていう。で、またそういう思いを持った人たちと、よりまた掛け算していって、で、よりまた底上げをしていくっていうところ。っていうのはどんどんこれからもしていきたいなと思いますので。でもなんかその、こういう展示とかをしてて、うん、インナンバーさんの活動で、はい、その、アーティストの方々をインナンバーさんが応援してるっていうのと、見に来られたお客様たちが、インナンバーさんを逆に応援するっていう機会があるっていうのが、まあ、展示会だったり、イベントだったり、つながれる機会ですよね。そうですね。最後に、宣伝とか告知があれば、ぜひお願いします。まあ、でも本当に、これ今後もそういった、まあ、展示とかっていうところ、引き続きしていきますので、また、きっと街中とかで、あ
インナンバーのやってる企画やとか、うん、アートボックスがやってる企画やみたいなのがちらほら見かけるかもしれない。またその時に、何か応援の言葉など、ね、いただけたらとても僕らも励みになりますので、よろしくお願いします。温かい方たちと温かい時間を作っていきましょう。はい、あとはなんかうちで展示していいよとか、はい、ぜひぜひ、もうお言葉いただけたら、もう僕はすぐにでも打ち合わせしに行きますので。飲食店であったりとか、本当に雑貨屋さんであったりとか、そういう服屋さんであったりとかっていうところ、うん、ところのその空間に僕らも溶け込んでいけるような形で展示させていただきたいと思いますので。そういうのは、あれ、ホームページとかでからお問い合わせさせていただいていいですか？インスタかな？今のところインスタグラムで。はい。はい、かしこまりました。はい、インナンバーオフィシャルでやっておりますので、はい、はい、ぜひツイッターを皆さんご覧ください。では本日のゲストはインナンバーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまず自己紹介をお願いいたします。はい、アーティスト活動をやってます山本優也と言います。よろしくお願いします。山本さん、お願いします。こちらのアートすべて山本さんが描かれたものなんですよね。はいはい、すごい素敵ですね。まず最初にそのアートを始められたきっかけって何だったんですか？はい、高校の時の美術の先生に僕のアートを認められて、それがどん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 自信になっていって、今では活動始めて今年で18年目に、ね、年目入りました。もうフル株ですね、じゃあ。はい、その高校の時に先生に褒められた絵っていうのはどういうものだったんですか？こういうような、同じような ローラーで描いたような作品。ローラーで。はい。大きさも大体これ、これぐらいの大きさですね。を自由に描いてみたら先生が褒めてくれて、はいはい、俺いけるやん、みたいな感じだったんですか？0歳から17歳までは、あと嫌いだったんです。あ、そうなんですね。つまり、見たものを見たままに忠実に捉えることがアートだと思ってたんで。うん、そうですよね。うん、もう私も写真見て描くんがアートだと思ってます。そうです。で、自分らしくやってみたら先生に褒められて、そっから始められたんですか？はい。だからこういうジャンルのものがアートだっていうのを、うん、自分の中にで知らなかったもんですから、それで、こういう描き方もアートなんだと。ああ、ようやく自由に飛び立てたみたいな感じですよね。はい、山本さんにとってアートとは何ですか？自分自身のライフワークになりましたね。アートを通していろんな人のつながりとか出会いとかそういうものを日々いただいているので。ああ、じゃあ18歳の時にアートを始めてなかったら出会えなかった人ともあったり、そうですね。まあそのアートを通していろんな人に思いを伝える、そうです。感動を与える、つながれる。はい。のこのインナンバーさんとの出会いって何だったんですか？インナンバーさんとの出会いも、はい、僕が8年前ですか、地元白浜でファッションショーした時にファッションショー出会った方がこのインナンバーの代表の方を紹介してくれて、そこでファッションショーにモデルとして出られてたとか。はい。すごい。で出会ったって感じですかね。はいはい、なんかさっきインナンバーさんが山本さんのそのまあ絵もすごいですけど、人間としての発言もすごい尊敬してますっていうお言葉があったんですけど、なんか山本さんから頑張ってる人たちに対して何かお言葉をいただけませんか？いや、僕のやってる活動って本当に魅力なんですけど、一つの生き方の手段で、レールとして、うん、皆さんに発信していけたらなと思います。くじけた時は、まあ、思いっきりキャンバスに絵の具をくつけて、かっこいい、ストレス発散してたりとかもありましたよね。なるほど。じゃあもう感情すべて、喜びも、はい、悲しみも怒りも全部絵にぶつけて。全部
自分の感情ってキャンバスに映りますから。おー、はい、まさにじゃあアートが山本さんの人生そのものってことですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。